はいよ。ちゃんくん、ぽんちゃん、今日も朝から仲がいいね。はい、じゃあ外に出ますか。はいはい。君たちもですか。はい。カオリンちゃんは何を分かってんのかな。あんずちゃんもいる。ちょいで。うん。はい、来た。はい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 。で仲良くしようか。ポンちゃん。
さて、じゃあかおりんちゃんは、はい、朝のシャワーありがとう。これを取るね。はい。そして、はい、3階は全面オープンします。そしてここに、ここから下だけにね、今膜をつけるからね。はい、はい、このような状態ですね。ほんのちょっとだけ隙間を空けていますが、これはちょっとね、かおりんちゃんがここで少し遊びたくなる感じですね。ここはまあなんとなくそして上は完全に全開の状態です。今近寄ると、はい、またこの状態ですが、通常はこんな感じですかね。人が立ち上がらなければ目線は隠れます。このハンモックはとてもそういう意味では良かったですね。さあ、じゃあこれで少しずつまた慣れていってもらおうかなと思います。ちなみにですね、もうちょっとまあかおりんちゃんと、対してみて、のなんとなくの勘なんですけれども、ここの目隠しは早めに取ってもいいような感じはしています。なのでまあこのぐらいずつですね、 1,2,3,4 日で2回が全開ぐらいですかね。4日か5日ぐらいでね。で、最終的にはここがだんだん開いていくという形。こっち側からかな、トイレを一番最後にしようかなと思っています。はい、ご飯ですが、どうぞ。はい、お水はきれいにしてあるよ。はい、ご飯だよ。はい、はいはい、どうぞ。はい、ご飯よ。はい、どうぞ。はい、うん、はい、どうぞ目隠ししなくても来ちゃったね。そうだね、昨日の夜来ちゃったからもうね、大丈夫かな。尻尾の先やっぱりちょっと丸まってるかな。そうかもしれないね。うん、綺麗な白だね。ねえ、白綺麗だね。私も小学校低学年の時に真っ白の子いたけど、うん、それ以来、うん、真っ白で、あの黄色と青のドアイの子だったから、うん、すっごい綺麗な子だったよ。でも短毛の子だった。かおりんちゃんちょっと毛が長いね。そうだね、うん、少しふわっとした感じ、うん、早くなでなでさしてよ、うん、はい、じゃあごゆっくり。はい、ごゆっくり。閉める、うん、あ、これ押しなきゃ。